中が好きですかね。あ、そうですか。ずいぶん昔に島津さんとお酒飲ませていただいたこともあるんですけども、はい、その時はちょっとっていうよりなんかかなり あのお酒の話も尽きないんですが、では歌に行きましょう。島津悦子さんの歌で寄り添いだけ。黒川さんは来年で
周年なんですけれども、はい、こうしてあの25周年を来年に迎えて、はい、島津さんをこの日に迎えて、はい、どのようにこうご覧になりますか。すごいなの一言なんですけれども、まだまだ もうでもデビューあのその前から可愛がっていただいて、こうイベントであの歌を聴かせていただいて、いつか本当に同じステージに立ったらなと思ってたので、すごくあの先輩の背中を見ながら僕も早く25周年、10周年ってそういうお祝いができるように、まずは10周年、お祝いできたらいいなと、はい、嬉しいこと言ってくださいますね。まだあの彼が20歳になる前でしたから、初めてお会いした18ぐらいでした。いや、はい、20年早いですね。なんか言った。これからも永遠に綺麗な花をですね、咲かせていってほしいというふうに思います。では島津悦子さん、永遠の花です、どうぞ。